3時半になりました時の番人のストレスフリーライフのお時間です本日もと式香りが mc を務めさせていただきますこの番組はギノワンのヒルズ通り fm ギノワン海の見える素敵なスタジオから放送しておりますはいあかりさん本日もよろしくお願いいたしますお願いします そうですね、香おさんもうちょっとマイク近づいた方がいいかもしれない、はい、ですね、はい、ありがとうございます <laughs> ありがとうございます、どうでしたか、この一週間はそうですね、七夕もありましたねそうですね、うん、いやなんかお願い事書きましたか短冊あ、そう、書いてないんですけど、はい、娘たちと何がお願いしたいとかいう話でしたそうでしたか <laughs> そうなんか私も結局短冊書けなくて、なんかでも書くとしたら何かなってさっき考えてみたんですけどなんか 上半期は美味しいものたくさん食べたいかなって思いました <laughs> どうですかね上半期はい。上半期下半期か下半期,下半期はどう過ごされたいですか、うん、私ですねちょっとあの今新しいこと挑戦しようと思って、うん、ちょうど実は今インスタライブの配信も放送中してるんですけどです、ね、初めてなんですよああ、そっかそっかうん、うん、そうですよね,ねで、動画配信っていうのをチャレンジしてみたくて、うんうん、はいはいはい なんかそういう新しいことをやってみたいなっていうのがあります。うんうんえー、ちなみにあの新しいことっていっぱいあると思いますけど、なんでまた動画配信だったんですか？えっとですね。 S 私 S. N. S. 大嫌いって話を前にしたの覚えてます。あ,あ、はい、意外に。そう、新卒てっちゃん。やってもう絶対 S. N. S. 配信とか、うんうん、動画配信とか、うん、もラジオ番組なんて、うん、もう。とんでもないみたいな。<laughs> 随分対局に。<laughs> そうそうそう。もう、ずっと、あの。支えるお仕事、裏方のお仕事をずっとやってきたので。うんうん、自分が前に出るっていうのが、全然イメージができなかったんですね。うん,うん、うん。だけれども、やっぱり。 あの一人で独立してお仕事をするようになった時に、はい、応援したたたいい人たちがたくさんいるわけですよでもその応援したい人たちのために、うん、私がいくらあの「この人すごく私がもう大事にしてる友達です」とか「うん、ぜひこの方がやっている内容をあのクラウドファンディングとか応援してほしいです」って言ってもやっぱりなん,かなんだろう私の後ろにいる。 またファンだったりとか私の後ろにいる友達だったりっていうのもうん、うん、なかなか声が届きにくいなと思っていてはい、はい、でやっぱり本当に応援したい人のために力を、ねうん、あの入れてやっていくには自分がまあ表に出たりとか私のことを知ってもらって香、うん、さんが応援する人だったらぜひ応援してみたいっていうような、うん、この,あのなんだろう 波,波及効果っていうんですかね,そう,ですねそういうのをちょっと頑張ってやってみたいなって思ったことから、うん、ストンと自分にふに落ちてあちょっと前に出てみよう,うん、うん、から一気にラジオになったりとかね。そうだったんですね、うん、じゃあこう自分がこうプッシュしたい人たちとか応援したい人たちをさらに盛り上げるためのラジオ番組だったりもするんですかね。 なるほどでその一環としてこう動画配信もチャレンジしてみるということであ,あいいですね素晴らしい目標でありがとうございますはい、うんはい、あかりさんおいしいもの食べたいって言って何が好きですか私はあの今年こそカニを食べたいなと思って去年食べれなくてでもすごい大好きなのでもうカニカマは卒業してカニを食べるぞと。 いや気持ちでした最近お腹いっぱいはいなんかこうそろそろなんかおおせじゃないなあおせぼおせぼのギフトギフトカタログとかもなんかもうちょっとしたら出るじゃないですかああいうのも、うんうん、なんかそそういうの見ながらこうあこれいいなとかやるのが好きでトイザラスのこのカタログとかも見,見るのも好きなんですけどちっちゃい時から。 なんかそういうカタログが楽しいシーズン早く来ないかなと思ってます。なんかこれワクワクするのがいいんだ。そうですね。ねっねいっぱいある中から選ぶのが好きかもしれない、ねうんうん。なるほどね。うん、そういう楽しみ方すごくいいかも。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ実はですね、今日あのまあライブ配信を見てる方はちらっと映ってるんですけれども、本日は私の。 もう大好きな素敵なゲストをお迎えしているんですね。はいで、前海咲子さん。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい,はい、はい、じっくりですね。ちょっとこの後、後半、うん、はい cm を挟んでお話をゆっくり伺って伺っていきたいと思いますので、一旦 cm に入りますね。はい、また後ほどお聞きください。 美しさを体の中から変えていく鍼灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデートヨークでは一人一人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを美容貼り鍼灸治療なら「イノワン鍼灸整体」ヨーク アイドマ印刷です。印刷でお困りの中南部の皆様へ、地域に寄り添い、創業42年の実績で、お手頃な価格とスピーディーな対応で力になります。印刷のことなら、アイドマ印刷にお任せください。電話番号098-833-1122 1984年創業のカーボディのぼりかわは愛車の修理板金塗装車検 ETC 取り付けなど経験豊富な職人が丁寧に仕上げます鈴木の新車も取り扱っていい、ます。沖縄市消防本部道向かいカーボディ上り川はいこの番組は時の番人のストレスフリーライフのお時間です。 この番組はですね、メールアドレスも募集しておりますので、こちらからご紹介いたします。メールアドレスは7、7 9 7 f m g u i n o a c o m です。この番組はまた YouTube でも配信しておりまして、ネットからでもご覧いただけますので、f m g u i n o のホームページからぜひご覧ください。またですね、サイマル放送も行っておりますので、スマホで聞く場合はですね、アプリのリスラジカ、 マイ中のアプリからダウンロードしてお聞きすることができますので、そちらの方からもお楽しみください。はい、では、はい、咲子さん。はい、ようこそ。はい、<laughs> あのついに、ついに来ました。香織 <laughs> さん。香織 <laughs> さんの隣にってか、香織さんがいることが。<laughs> ラジオ番組にいることがちょっと不思議です。<laughs> ね、<laughs> 私も一番自分がびっくりした。<laughs> しかも、このあのビースターですね。この並び。近いですね。めっちゃ、なんか。<laughs> 近くて逆にちょっと緊張するんですが <laughs> <laughs> 多分 FM『ギロワのねラジオ番組聞いている方は咲子、うん、さ,さん眞由美咲子さんのことよく知っている方たくさんいらっしゃると思うんですけど番組名を教えていただけますか自己紹介もお願いいしますコンンサルタント沖縄県内で 住まいコンサルタントとして活動している前美咲子です,、えーとですね、あのおうちの住まいの悩みを、えー、心理学の,あの、えー、視点から、うん、心理学を使って解決するというちょっと面白い手法でやってる、えー、コンサルタントです。で番組がですね FM 技能案さんの方でも持ってて毎週月曜日の13時半から14時ですねお昼の。 はいえー、タイトルが「あーやばい」えーと「部屋かつ幸せの鍵はお部屋次第」というタイトルではいあの <laughs> 番組をしております。<laughs> <laughs> ありがとうございますありがとうございます面白いんですよ自分のラジオ番組のタイトル忘れるっていうことで前はだいぶ長かったですね <laughs> 前はもうもう覚えてないですね前はだいぶ長くて <laughs> もう2,3回ちょっと変えてるんですけど、ね、これ長くて覚えきれないなってやっぱりね皆さんにどういうラジ、あ、何のラジオ番組やってるんですかって聞かれてやっぱ答える機会たくさんあるんですよねそれちょっと忘れてて 毎回答えられなかったので、はい、もうあの最終的には部屋活っていう、部屋活ね、はい。あでも分かりやすいですよね。住まいコンサルタント前内崎子さんが、はい、伝える部屋活、そうですね、はいっていう感じでお届けしてます。ありがとうございます。うん、はい、はい。このセコさんやっぱり、うん、このねお部屋作り の専門家プロ,プロ中のプロなんですけど咲、はい、子さんが、うん、やっぱりこのお客様と打ち合わせする時とかに、うん、なんか気をつけていることとかお客様が望むようなお部屋作りっていうところに時間っていうところを、はい、あのどういうふうにして使ってるかっていうのを是非 今回は教えていただきたいなと思っていて、はい、はい、なん急に専門家の話そうです、ね、時間の使い方ってこう聞かれたので、ちょっとあの下手なのでドキッとしたんですけど、あのはい、何回かのあの香さんのコンサートね、あの勉強会にも, <laughs> 会にも <laughs> 参加させていただいてるんですが、はい、なんなりと、はい、はい、<laughs> あの多分ですね、はい、この私が急に時間って言ったら、皆さんなんかもう、うん。 ス,スムーズに何かかしないといけないいいととけ整理整頓しながらし、ね、時間を使っていかないといけないっていうかなんだろうこのきっちりやらないといけないって思いがちなんですけどうん、うん、私が伝えてるのは、うん、もう。 実は私本当に面倒くさがり屋なんです。最近分かってきました。かおりさんの。かおりさんの、あ、あのかおりさん実はこんななんだ。っていうのが最近分かってきました。<laughs> そ<う>はい。はい、本当は面倒くさがり屋だから。なる、ね、もうゆっくりしたい時間をたくさん取りたいんですよ。オフの時間を取りたいがために。どうしたら効率よく。もうこの、この仕事終われるんだろうみたいな。ことを考えていつもやっているので。はい。あの。 全然皆さん私きっちりしてないです。<laughs> あもうそう前はいやいや謙遜ですよ香織さんと思ったんですけど今は本物ですね。すはいあの正直に答えてるんだな香織さんぐらいで。うん、<laughs> そうねこの間だ,だいぶオフのところを見せましたから、ねはい、そうオフすぎます。うんはい、<laughs> ねこの間三人であの香織さんのお友達と三人で、はいランチさせてもらったんですけど、うん、いやもうオフの時の香織さんってものすごいこうね。 あの実は実はもしかしたらこうルーツなんだなっていうのがはいあの垣間見えて楽しかったです <laughs> そうそうそうだから <laughs> このね時間の使い方っていうのが咲子、はい、さ,さんが大事にしている時間の使い方でいいと思うんですよ。それをやっぱあの、ね、リスナーの皆さんにあ さっきおさんが言ってることがまあヒントっていうか共感してもらえる話があるかなと思ってそういういいところを聞きたいですねあなるほどやっぱり、ね、じ一番私が大事にしている時間の時間っていうのがあの最近分かってきたんですけど、えー、っとやっぱりですね一人の時間っていうのがすごく自分にとっては 一番優先順位一番だなっていうふうに、えー、はい思ってきましたあのー、ね前はやっぱり子供がまだ小っちゃかったのでやっとね子供があのこう高学年以上になってきて小学校こう、えー、その前はすごくやっぱり子供のために子供 を優先でっていう時間の使い方してたんですけどその時はもう本当に毎日イライラしててうんどうしても途中でこう自分のし作業が中断されると子どもはやっぱ怒っちゃいがちだったんですよねあのなんていうのかなもう途中で止めやがってみたいなうん感じでなんか子どもが悪いみたいなイメージにちょっともう本当はねやっちゃいねあの反省してたんですけど後で 捉え、うん、がちだったんですけどあのいやそうじゃないなとここあの私のその考え方時間に対する考え方がちょあの変えないといけないなっていうことで今は何て言うんでしょう自分の時間をまずこう優先して、うん、あ優先っていうか確保して、うんうん、確保して、まあ、その後に子どもが邪魔するんだどんなに邪魔しててもあこれってイライラしないなっていうのが最近分かってきたって感じです。なので私は 朝、うん、私がその時間を作れるのは朝4時から、えー、と6時半までだなっていうのが分かったのでその時間をどうにか確保するために、うん、今こうなんか動いているって感じですね。 ね、あの、うん、もう本当に子供を産む前は実は夜型だったんですけどあの徹夜組、うん、<laughs> で <laughs> あのギリギリガールズで <laughs> ギリギリガールズって言ったらちょっとねセクシー系なんですけど <laughs> 時はい <laughs> <laughs> ギリギリガールズって言って言ったんですけど <laughs> あのそうもう徹夜で、うん、徹夜明けとかが多くていつも時間に追われてるっていう形で逆に良かったな っていう感じです。朝に持って行って、すごくあの誰にも邪魔されないじゃないですか。朝の時間って、そのやっぱりこうえっと差が分かったら、朝がやめられなくなりましたね。朝活が。うんうんなるほどね。そう確か私も最近は朝朝派ですね。もう夜は逆に前は夜派だったんですか。だいぶあえそうだったんだ。 今でもやっぱ夜の方が咲いてる時も多いんですけど睡眠取ろうと思っていてんだろう前,前ってあもうなんかちゃんとしないといけないっていう、うん、なんか誰も見てないのにお家のことなのに <laughs> 片付けてないとか洗濯してないとか食器そのままだとかってちょっと寝落ちしたら。 夜,夜中のなんか1時とか2時ぐらいからむくっと来て <laughs> 夜,な夜中付けて完璧主義だったんですねなんかやらなきゃいけないっていうのがあったん,あったんだけれども,あも家族しか見てないしっていう<ー>とか<事>迷惑かけてるかなか私って思った時にこれ別にもう明日でもいいかなって。 朝起きてやろうとかうん、うんね、子どもたちも朝起きて準備したりとかするから、うん、その流れでパーッと一緒に片付けて、うん、でやるっていう習慣に変えると夜がぐっすり本当に眠れるようになってきて前は本当になんかな足すと結構な時間寝てるはずなのにうん、うん、やっぱり途中で起きたりするもんだからうん、うん、なかな,か,眠れなんか疲れが取れない。 なるほどうん、うんあ。ね、睡眠大事ですよね。本当ですよね。睡眠も確かに睡眠の確保をするためにも朝に持ってったっていうのはありますよね。うん、うんう。ね、やっぱり世の中眠らなくてもね、うん、知らないよとかいう、うんうん、ちょっとねあの暴言に近い、うん、ちょっと一昔前、ね、<laughs> あ,あったじゃない。<laughs> あったじありましたね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 もう今考えるといやいや眠らないと心が死ぬしって本当ですよねんかそうそうあなた時間ないっていうけど眠る時間何時間あるって聞いてねそういうのがその中から1時間削れないのとかんか普通にありましたもんね本当確かに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 確いに確か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  っったたりりとかパレベートったりって,ってお仕事もほんと10時間とかや、うん、されてる方とかってすごく多くて「うん、じゃあもう睡眠時間、ね、取れてますか?」って言ったら「もう睡眠時間本当にもう45時間ぐらいしか寝てないんです」とかっていうお声聞くとうん、うん、もうね頑張って頑張ってなんかそれが成果になってる方はすごくいいと思うんですけど、うん、やっぱり心がついてってない。うんうん ね、頭も回転してるかなっていうとそうじゃないっていうところになると、うん、やっぱり何かしらねあの変えたりとか行動を変えたり、うん、ちょっとこれはもうやめちゃってもいいんじゃないかなっていう特に家族の家庭のこと家事だったりとかする時っていうのは私はもうもう本当にちょっとだらっとしたりオフ,オ,フになオフな感じになってうん、うんね、そういうのも もうちょっと工夫してもうぜひ自分の時間確保してもらいたいなって,って、ね、そうですね自分の時間が確保できる日常になっていったらやっぱりないとなんだろう他のことが頑張れなくなっちゃうなっていうのはすごく気づきましたね。 うんうん、この覚悟するからこそ、じゃあ他の時間をどうね。うまく回していこうって逆の発想になっていくので、うん、あの自分の時間を作る楽しみ。っていうのが、こう、うん、あるからこそ、かなっていう感じですよね。思います。そう、なんかね、イライラしたりとか。うん。もやもやしてる。なんか、ちょ、ちょっと相手がいて。うん。もやもやしたりする時って。そのもやもやは。 相手は全然気がいいてないわけよ、うんうん、ねなんかそ,それって前はもうちょっと態度が急にもう怒ってるような風を、うん、わざと見せたりとかして気づいてよみたいな、うん、昔はよくやってたんだけど最近はなんだろうあこの無駄な時間をやめようっていうか、ね、もうイライラモヤモヤをしかも相手も気づいてないのにもうこのいうこの 心持っていかれるところに時間を取られるよりは切り替えて「あこの人そういえばこういうことも上手だったから、うん、ここのところをちょっとねあの方向変,化変化球でお話ししたすると急にガラッと空気が変わって「そうそうそう」ってさっきまで変な空気が流れていたのが急激にまたいい方向に流れていくっていうのは多分あの気持ちの余裕。うんうん 時間の余裕があったりとかする時って「あもう大丈夫ですよなんとでもなるから」っていうような気持ちになれるっていうのが一番のスストレスをためなないところかな私あれ,あれですね香織さんに聞きたいのがあって、うん、なんていうのかな自分の,この、まあ、やらないと一応まあ仕事、うん、家庭やらないといけないことあるじゃないですか。うん、優先順位として、まあ ななんていうのかな私の中ではできる限り家事とか家庭のことをこう手放していきたいんですよね手放していきたい。うんうん、でどうしても自分の中での自信とかやっぱやりがいってやっぱ仕事にあるので、うん、仕事はちょっとこうんうていうのかな効率よくしたいけど外したくはないっていった時にこの家庭のそのなんていうのかなやりくりっていうのはどういう感じで香さん手放してますえっと、うん あのいいアドバイスかどうかわからないんですけど、うんうん、私買い物に行かないんですよ。はい。ってた <laughs> <laughs> 全てネットで買う。ネットうね、今ネットスーパーで注文する、配達してくれるじゃないですか。これ週に3回だったり。で、もう本当にお米もネットで買うし、なん何なら私今日着てる洋服全部ネットで買ってる。あすごいカバンから靴からすべて、買い物にほとんど行かないんですよ。うもう。前は。やっぱり、お、お仕事終わって、残業して。 子供たち迎えながら「今日何食べよう冷蔵庫何あったか覚えてないのどうしよう」って言って買い物すると同じもの買ったりとかストレスもう本当に時間がない中パタパタしてご飯作って子どもたちに、ねうん、食べさせてっていう、うん、この時間をどこで削ろうかと思ったもう買い物やめようって思ったんです、うんうんうん、あ買い物の時間を手放したみたいな。るほど ななんなら私クリーニングもあの取りに来てくれるところをお願いしていてまあねちょっとね、うんまあ、おまあちょっと費用はかかるんだけれどもうん、うん、やっぱり、ね、誰かの力を借りないといけないことって、うん、子育てがもそもそもそれじゃない、うん、誰かの力を借りないといけないっていうことをちょっとふと思い出した時にうん、うん、この生活のことをなんか 誰かの力借りないってで,できないかなって思ったりで私コマーシャルで家電とシェアするっていうコマーシャルがあるのかあるあれ結構好きであのお掃除ロボットだったり食器洗い機だったりあシェアするね家事をシェアするそうそうそうあなるそう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 のうそ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 う じゃあもう食器洗わないといけないからって席立って子供たちと本当はそのままゆっくり会話したいじゃん <laughs> したいしたい。ねうん、うん、その時間を取ったりするっていうところがやっぱりどう取れるかなって思った時に、うん、ああもうちょっと汚れてるキッチンの上をね、まあ、まあ目つぶるのかうん、うん、それともパッと食器洗,、ね、食器洗い器に入れてうん、うん、でとか最近は娘が。 中学生になって、手伝ってくれるようになったんだけども。あとは、夕ご飯作ったら、一応これでもご飯を作るけ。<laughs> <で>大丈夫ですよ。<laughs> 作ったら。すごいよ。<ー>でも、ご飯できたよって言って。うん、そしたら、子供たちが給食当番のように、うんうん、あの。 はい、じゃあ誰ご飯入れてスープ入れてお,、うん、おかず入れてって言ってでおさお私はご飯作ったお母さんはもうテーブルに座って出てくるのを待つって最近はやっているみたい,にされるみたいなこれすごく良かったのがこのご飯の分量をちゃんと目分量で分けてみ,みんなに気渡るように入れるっていうのがう意外とできない っっていう子たたちが最初でできなかったんですようん、うん、だけど今はちゃんとね、うん、どれぐらい食べるとか聞きながら何、うん、だろうねちゃんと相手が食べる分を装ったりとかすることをうん、うん、でちゃんと、ね、食器の並べ方お箸の向きはこれだよとかっていうのとかも何、うん、だろう 勝手に私が動線を作ったったていうあでもそうやって考えてきたらやっぱりタイムあの最近ねタイパタイパコスパだけじゃなくてタイパタイパって言ってタイムパフォーマンスとかってあるじゃないですかなんかやっぱり、えー、とタイムパフォーマンスをするためにはあの部屋の作りあの今だったらキッチンのやっぱり作りって、うん、きちんとやっぱりこう銅線とか考えておかないといけないしっていうちょっと無理やりつなげ私もさささっっきから思ってたこ <laughs> んのの <laughs> 部屋作りに話が行くって <laughs> いや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 ,やっぱりつながるなと思っていて、うん、やっぱ時間をうまく使うあの今言ってたように香里さんが時間の,その時の番人でねあのうまく使うためにはやっぱ部屋の作りをこうどう考えるっていくかっていうのは必ずつながるな っていうのはいつも香織さんの話、香織さんと話してて思うんですよね。うん、あのそこに結局はつながるなっていうので、あのコンサルタントでもそこ結構最近はあのアドバイスしたりとか。素敵。そうやっぱり皆さんね、うん、あはい。そうですよねもうぼちぼち残り一。 ーンとなりました。<ー>あ,、ね、あじゃあ、あの、締めてください。一回,、はい、回締める、ね。<laughs> 多分、あの、お聞きいただいている方は、皆さんわかると思うんですけど。絶対終わらないので。二週連続、<laughs> はい、続編は来週ということで、はい、あの、つなげたいと思います。はい。で、この番組ですね。あの、メール、メールの方募集しておりますので、ぜひ。メールの方も送っていただきたいと思います。はい。メールアドレスが七九七ドット、あ、エフエム沖縄。 あ、ごめんなさい。私から申し上げますね。<laughs> はい、メールアドレスは 797@fmg1.com です。はい、ありがとうございます、あかりさん。それでは来週また引き続き番組お楽しみください。それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。